それでは柴犬のレオのトレーニングをしていきます。こんにちは、犬のすけハグの川島です。本日も犬のすけハグのトレーニング風景を実況していきます。本日は柴犬のレオちゃんです。はい、まずトレーニング前はトイレに出してあげて、トイレを済ませた上ですっきりした状態でトレーニングをしていきます。はい、この子もまだパピーなので好奇心が旺盛です。はい、レオさんはもう結構トレーニングを繰り返している子なので、もうだいぶ指示後も安定してできるようになってきましたが、逃げました。はい、で、まあ、他のところに行ってしまった場合は何度か繰り返しやっていただいて、ちゃんと正しい行動を褒めて固めてあげましょう。はい、でまずちょっと興奮状態、一番最初表に出ると、すごい興奮しているので、まずはゆっくり風呂歩きから入って落ち着かっていきます。はい、続いてお散歩です。はい、動いてしまいました。しっかり待てをかけていただいて、はい、呼び戻します。はい、で安全確認をしていただいて、安全確認できたら歩いていきます。はい、でゆっくりペースで人について歩くように教えていきます。ゆっくりですね。最初から走る風に走ってトレーニングしてしまうと、その速度でしか合わせられなくなっちゃうので、ゆっくりペースで歩く練習しておいていただければ、後々走っていただいても同じペースで合わせることができるようになっていくので、もういかにゆっくりペースで合わせていくかっていうのをまずはやっていきます。もちろん落ち着いていくので、はい、あまりお散歩中なんかは興奮させないようにしてあげるのがいいですね。はい、横断歩道前では座らせて、安全であってもですね、一回一回座らせてあげると習慣づいてきますので、勝手に飛び出さなくなっていきます。特に危険な場所を歩く場合はこれはもう必須と言えるので、もう日々面倒くさがらずやっといていただけると自然とできるようになっていきますので、何気ないお散歩でもちょっとやっていただけると、いざという時に役に立ちます。だいぶハーハーしてきましたね。意外と体力がないので、ちょっと歩いただけでもすぐハーハーするんですが、まあ、気分転換とお散歩は思っていただいて、あまりパピーの時期、恋の時期に1時間とか2時間とかお散歩行ってしまうと、あの腰悪くなったりとか、アスファルトの上だとどうしても怪我をしてしまったりとかが出てきますので、短時間のお散歩を回数を出していただくっていうのをお勧めしております。はい、で人と一緒に歩くと楽しいねっていうイメージをつけてあげると、人について歩く習慣がついていきますので、ここでお散歩しているのではなく、一緒にお散歩して楽しみましょう。あくまで主導は人が握ってあります。はい、玄関前も座れますですね。はい、立ち上がったり動いてしまった場合は、まあ、練習ができるときは何度も繰り返してあげると習慣づいていきますので、ちゃんと待たせましょう。はい、はい、いい位置ですね。はい、でお散歩中、お散歩だけがお散歩の練習ではなく、帰ってきた時もですね、お散歩の練習でリードは常に引っ張らせないようにしていきたいので、たるんだ状態でお散歩ができるようフロアの中でも練習をしてあげましょう。はい、同じことを繰り返すと飽きてしまうので、トイレとかハウスとか、まあ、いろいろ指示を織り交ぜながらやってあげると、飽きずにお散歩すること練習をすることができます。何かを期待して待っていますが、
それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。